こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日のチップスは、常時エレベーターアップを引いてないと加工しちゃう A100 フランカーをなんとかしようという改造アイデアをお送りします。今回の改造で必要なものはこちら、 GP クリア、小ネジ、カッター、ホットグルー。まず機体からしっかり接着されている受信機を取り外します。受信基板を固定している中央のホールの爪を切り落とします。こんな感じ。この穴をホットグルーで貫通接着させてシーソー化します。と、その前に現在の受信機の傾斜位置を記録するためマーキング。受信機の後部を2ミリほど持ち上げ、最大の前傾角もマーキング。これ以上の前傾は不安定になるので注意。次に受信機基板の直下のプラパーツにピンバイスで穴を開けます。ホットグルーで基板を固定。このグルーは柔らかく粘着を保つので、ある程度の前傾角調整が可能です。もちろんセンターホールもこのようにグルーで接着しておきます。さて、開けた穴に同じ径のビスをねじ込みます。これは何のためかというと、ビスをねじ込むことで受信機の前傾角を変え、トリムのように調整ができるようにするためです。ビス部分をズームアップするとこんな感じ。余談ですが、基板のプリントを見ると A120 と130の2機種が今後発売されそうですね。さて、受信機を機体に戻しました。右回しでヘッドアップ、左回しでダウンです。